シャーロック、シャーロックいまわしき花嫁は BBC 制作のドラマ、シャーロックの特別編である。2016年1月1日にイギリスアメリカでテレビ放映され、その後20分の特別映像を加えて劇場限定公開されている。日本では2016年2月19日に劇場公開された。設定をドラマ版での現代から、 ビクトリア時代の1895年に移し、語られざる事件の一つ、リコレッティプ人の幽霊の謎について、ホームズが謎を解く展開となっている。冒頭部分で、これまでのシャーロックのエピソードが振り返られる。シーズン3最終話、最後の誓いでのクリフハンガーが流れた後、ビクトリア朝の英国へリンクする。ジョン・ワトスンは、 第二次アフガン戦争に軍医として従軍するもの,の、肩を負傷して帰国する。昇進のままロンドンにいたり、これからの生活を考えあぐねているとかつてバーツで同僚だったスタンフォードに出会う。彼の紹介でシャーロック・ホームズに出会い、二人はベーカー街221バイトで共同生活を始めることになる。時代は遡って1895年のクリスマスへと移る。 ワトスンの口から、これまでホームズの活躍を多数記録してきた胸が語られるが、ホームズを肉体的、精神的に最も追い詰めた事件として、忌まわしき花嫁の話が始まる。ベーカー街221バイトにホームズとワトスンが帰ってくると、模服を着て変装した、ワトスンの妻、メアリーがいた。メアリーは、事件の調査のため留守がちな夫に対して、文句を言い、二人は、 口論になる。そこへ、レストレード警部が訪れ、エミリア・リコレッティプ人の奇怪な話を始める。ホームズは、リコレッティプ人の遺体を調べに行くため、ワトスンを連れて、モルグへ向かう。一方のメアリーは、M から、電報で呼び出され、ベーカー街を出ていく。モルグに着いたホームズとワトスン、レストレードの3人だったが、検視官のフーパーが、遺体は確かに、 リコレッティプ人だと初見を述べると、ホームズは興味を失って、モルグを出ていく。帰り際にワトスンは、フーパーが、実は女であることを見抜いて立ち去る。後日、同様の事件が5件も発生したとレストレードが、ベーカー街へ訴えに来るが、ホームズは模倣犯だろうと推理して、興味を示さない。数日後のワトスン邸では、メアリーが不在な上、メイドの出来が悪いせいで、 ワトスンに朝食が出されない。同じ日、ホームズとワトスンは、ディオゲネスクラブを訪れる。そこで二人は、マイクロフットに、兄弟でこちらが屈しなければならない敵との対決と、レディカーマイケルの剣を依頼される。ホームズとワトスンは221バイトに帰り、レディカーマイケルの依頼を聞く。彼女の夫サーユースタスに死を意味する五粒のオレンジの、シュ届き、花嫁姿の女性がカレー。 殺害予告をしたという。その夜、カーマイケル邸に来たホームズとワトスンは張り込みをしている。二人は、花嫁姿の女性を見つけるが、彼女はすぐに姿を消し、同時にガラスの割れる音がする。ホームズは窓を割って邸内へ急ぐが、サー・ユースタスは刺されて亡くなっていた上、ワトスンは花嫁を取り逃がしてしまう。翌日、実況見聞に来たレストレードから、 サー・ユースタスを指した探検に名札が付いていたことを知らされる。ホームズが確認した時にはなかったはずの名札にはミス・ M.E. と書かれていた。ホームズがベーカー街の自室でマインドパレスにこもっているとモリアーティが現れ本シリーズライヘンバッハヒーローと同様二重で後頭部を吹き飛ばす。しかしそれでも喋っているモリアーティにホームズは リコレッティ夫人事件との類似点を見出して動揺し、同時に彼の周囲が地震のように揺れ出す。場面は本シリーズ、最後の誓いでの飛行機の着陸シーンに戻り、着陸した飛行機にジョンとメアリー、マイクロフトが乗り込んでくる。1895年に起きたリコレッティ夫人の未解決事件について話し出す。シャーロックにマイクロフトは、 薬物摂取量のリストを作ったか尋ねる。シャーロックはリストを差し出し、思考整理のために薬物摂取していることを3人に告げる。摂取した薬物の種類を尋ねるジョンの声で、シャーロックは再び19世紀へ引き戻される。再び、ビクトリア町のベーカー街221バイトに戻る。やってきたワトスにホームズはモリアーティがいたと告げるが、彼は死んだと返され、 コカイン摂取をたしなめられる。そこへ、マイクロフトの命を受けて、調査をしていたメアリーから、リコレッティプ人の仲間を廃教会で見つけたと知らせる。電報が届き、二人は休校する。教会には、クークラックスクランよろしく儀式を行う、女性解放運動の秘密結社がおり、三人は彼らの会合を中断させる。結社の会員には、モルグのフーパー、ジャニーン、 バトスン邸のメイドも含まれていた。ホームズは彼らの前でリコレッティ夫人事件の謎を解き始める。ジョンの声でシャーロックが現代に引き戻されると彼は病院に搬送されていた。彼はリコレッティ夫人の棺の下に別人が埋葬されていると考え、それを確かめに墓地へ向かう。すると掘り出したリコレッティ夫人の棺から Do not forget me との歌声が聞こえ、 彼女の遺体がシャーロックに襲いかかる。再び現代に引き戻されたシャーロックは映画中盤と同様にチャーター機に乗っており、ジョンとメアリー、マイクロフトの3人に囲まれている。シャーロックはマイクロフトの手にあったリストを破り捨て、ふらつく足で外に出ていく。マイクロフトはジョンに、シャーロックの世話を頼むと、弟の破り捨てたリストを拾ってノートに挟み込む。 マイクロフトのノートには、レッドビアードと書かれている。シャーロックは、モリアーティは、確実に死んでいるものの次の出方は分かっているとして、ジョン・ベアリーと共に車で飛行場を去る。役名表記は、PBS 公式サイトに準拠している。スタッフの表記は、PBS 公式サイトに準拠している。なおこの作品は、ピンク色の研究、大いなるゲーム、ベルグレービアの集文。 バスカビルの犬の編集を担当し、2015年に亡くなったチャーリー・フィリップスに展示されている。ビクトリア朝の221バイトに飾られている絵は、チャールズ・アラン・ギルバート作のオール・イズ・バニティである。この作品の原案は、マスグレーブ家の儀式で言及される、内反足のリコレッィとその忌まわしい妻の記録である。この作品は、いわゆる語られざる事件に該当する。 ワトスンが第二次アフガン戦争に従軍し、肩を負傷して帰国するのは、ヒーローの研究冒頭の記述に由来する。その後スタンフォードと出会って、クライテリオン酒場で話す下りも原点通りである。ホームズが、モルグで遺体に鞭を打っているのは、同作でのスタンフォードのホームズ表に等しい描写である。ホームズは、下宿の番地を、現代版のような 221B ではなく、 221b と述べている。この一連のシーンは本シリーズピンク色の研究でも使われている。また、ホームズとワトスンが出会った時点では、ワトスンは口ひげを生やしていない。差し絵では、口ひげが書き込まれているものの、実際にワトスンがひげを生やしていたとわかるのは、シャーロック・ホームズの帰還初集の犯人は二人が初めてである。 タイトルバック直後のシーンで、ワトスンはストランドマガジンの売り越え、青い紅玉の売れ行きを尋ねる。ストランドマガジンは原作のシャーロック・ホームズシリーズが連載されていた雑誌である。また、青い紅玉自体は1892年に発表されている。特報として流されたシーンでは、ジェレミー・ブレッドが主演した。 シャーロック・ホームズの冒険シリーズのテーマを変装した曲が流れる。また、ベーカー街のパンの仕方など、ブレッド版のオープニングとの類似が指摘されている。221の1階にある料理店の名前は、本シリーズでのスピーディーからスピードウェルに変更されている。221バイトのボーイであるビリーを演じているのは、本シリーズ3の長考でページボーイを演じていた。 アダム・グレーブスにいるである。同じシーンでは、ホームズがバスカビル家の犬について言及するが、この作品は1901年に発表されており、1895年を舞台とする公式の発表とは食い違っている。この特別編では、ワトスンの妻、メアリーが生きている設定だが、原点、空き家の冒険では、この作品の設定年、1894年には、 彼女が死亡していたとほのめかされている。メアリーは、模服とベールを着用して221バイトに現れるが、覆面の下宿人にはベールをかぶったまま下宿に引きこもっている女性が登場する。ホームズが、香水の香りから、メアリーだと言い当てるのは、本シリーズ、最後の誓いの一シーンに由来するものである。この後、ワトスン夫妻の口論の裏で、ホームズが引いているのは、 シャーロックが本シリーズ3の兆考で夫妻に送ったワルツである。ホームズは階段を上る足音からやってきたのがレストレードだと言い当てるが、その後述べられるジョーンズとグレグスンはどちらもスコットランドヤードの刑事として原点に登場する人物である。ホームズはワトスンをジェームズ・ボズウェルに例えるが、同じ例えが原点、ボヘミアの周文に存在する。エミリア・リコレッティは 本シリーズ、ライヘンバッハヒーローでのモリアーティと同じく銃を口に加え頭を撃ち抜いて自殺する。また夫、トーマスを射殺する前、彼女が歌っているのはザ・メイド・オブ・ザ・ミルという曲である。エミリアの言うショットガン・ウェディングは、いわゆるできちゃった結婚を指す言葉である。エミリアが乱射している道沿いには赤髪連盟に登場するジェイベズ・ウィルスンの名前が 書かれたテンポがあると明かされている。脚本のモファットケ・イティスは、ラスボーン版、ホームズのファンであることを公言している。本作で、ワトスンが的外れな推論を披露するシーンは、ラスボーン版でのワトスンにオマージュをかけたものとされている。また本作でのワトスンは、全体的に、現代版の本シリーズに比べて、幾分愚鈍に描かれている。一方、ラスボーン版のワトスンは、 ホームズより劣った土ジな人物とされている。このシーンで、ワトスンがエミリア双子説を出すが、これは、ルパート・エベレット版、ホームズ、シャーロック・ホームズ、宿女殺人事件との類似が指摘されている。ホームズが王道系社格について理解しようとしているシーンがあるが、ギリシャ古通訳冒頭には、ホームズとワトスンがこの話題について話していたと、記されている。 本シリーズで221バイトのキッチンになっていたスペースは壁が黄色に塗られた書斎に作り替えられているがこれをヒーロ色ーの研究のタイトルに対するオマージュとする意見もある。ワトスンタクに出来が悪いメイドがいるのはボヘミアの修文さらに彼女が仕事中小説を読みふけりゆで卵も作れないのはソワバシのメイド表に等しい。 またこの後ワトスンに渡される伝報の文面は、ハウ男冒頭と同じもので、本、シリーズ、ピンク色の研究でも使われている。ディオゲネスクラブに就いたホームズとワトスンは、受付の男性とイギリス手話で会話を交わすが、この男性の名前は、ワイルダーとされている。ビリー・ワイルダー監督は、映画、シャーロック・ホームズの冒険を制作しており、脚本のゲーティス・モファットは、 この作品を映像化されたホームズの中で最もお気に入りと回答している。二人のクラブ訪問とマナーハウスに関するホームズ兄弟の会話やマイクロフトに面会するメラス氏の名前はいずれもギリシャ語通訳に由来する。クラブでのマイクロフトは原作以上にでっぷりと太っているが、このビジュアルはモンティ・パイソンの人生競争曲との類似が指摘されている。 白銀号事件でのシドニーパジェットの差し絵。レディカー・マイケルの一件は、女性を虐いたげる夫への戒めという点で、修道院屋敷と共通しているほか、この事件の被害者名は、ユースタス・ブラッンストール教である。サー・ユースタスへの脅迫に、オレンジの種が使われるのは、オレンジの種5つからの描写で、本、シリーズ、大いなるゲームではこの作品がもじられている。 またサー・ユースタスがアメリカの人物に脅迫されているとホームズが考えるのは恐怖の谷へのオマージュである。サー・ユースタス邸に向かう電車内のビジュアルは白銀号事件やボスコム渓谷の謎でのシドニーバジェットの差し絵に告示している。ホームズのセリフザ・ゲーム・イズ・アフットは修道院屋敷に由来するセリフだが同じセリフはアフットをオンに置き換えた形で 本シリーズで幾度となく使われている。張り込み中のホームズがワトスンに言う、女性は君の領分だというセリフは第二のお点からの引用である。またホームズがアイリーンの写真を持っているのはボヘミアの修文に由来するターナーによるライヘンバッハの滝を描いた絵。ディオゲネスクラブにはライヘンバッハの滝を描いたターナーの絵が飾られている。これは本シリーズ。 ライヘンバッハヒーローでシャーロックが取り返したものである。ホームズが自身のマインドパレスに入ったまま何日も食事を取らないのはマザリンの宝石での描写からである。ホームズが7%溶液のコカインを使っているのは4つの署名からの引用である。また、ホームズとワトスンの兵士じゃなくて医者だろう、ただの医者じゃなく軍医だとの会話は本シリーズ。 ベルグレービアの集文に由来する。婦人参政権運動家の女性たちが秘密の会合を行っているシーンは、ヤングシャーロック、ピラミッドの謎に類似シーンが存在する。この映画は、スティーブン・スピルバーグが制作総指揮を務め、学生時代のホームズを描いた作品である。ホームズが花嫁をレディ・カー・マイケルと誤解するシーンは、本シリーズ、最後の誓いからの引用である。また、 このエピソードの原案となった犯人は二人にはミルバートンが自分の元へやってきた女性の正体を誤解するシーンがある。シャーロックがエミリア・リコレッティの墓を掘り返し、棺にもう一人別人が埋葬されているのではと考えるのはフランシスカー・ファックスビメの失踪でのトリックと等しい。モリア・アーティが221バイトを訪れるシーンとライヘンバッハの滝で ホームズと決闘するシーンは、どちらも最後の事件からの引用である。ただし、ワトソンが決闘に間に合ったという記述は原点にはない。ホームズのエレメンタリー、マイリアワトソンというセリフは、原点に一度も登場しないにもかかわらず、ホームズの名セリフとして有名なものである。ジーニアス英和大辞典や、ロングマン現代英英辞典、ランダムハウス英和大辞典などの辞典にも、 掲載されるほどのこの聖句は、ウィリアム・ジレット版で有名となった。ジェット機内で、マイクロフトの手帳に書かれている、バーネイトは、ホームズが、ギリシャ語通訳で、自分の王子だと語っている、オラースベルネの名字と同じである。本作を撮影中のユーナスタ・ッブス。2015年2月撮影。スペシャルの制作予定を最初に明らかにしたのは、ワトスン役のマーティン・フリーマンである。 彼は2014年4月に放送されたインタビュー番組アランカーチャティマンで一度限りのスペシャルが計画されていると述べている。ビクトリア長版のスペシャルを撮影するというアイデアは出演者には好意的に受け止められた。脚本マイクロフト役のマーク・ゲイティスからこのアイデアを伝えられたベネディクト・カン・バーバッチは髪を切ってもいいのと大喜びしたという。 ビクトリア町のシーンに合わせて髪を切ったカンバーバッチは一部のシーンではカツラを着用している。撮影に先立ってカンバーバッチとフリーマンはディオゲネスクラブでの手話シーン用にイギリス手話の個人レッスンを受けている。このシーンで受付のワイルダーを演じるティム・バーローも実際の老う者であり、その縁でこのレッスンが行われたという。撮影は2015年1月6日から2月15日まで。 行われた。クランクインした1月6日は恐怖の谷中の記述から一部のシャーロキアンによってシャーロック・ホームズの誕生日とされている。2015年3月にはこの作品が現代版の本シリーズとは完全に独立したビクトリア長版のスペシャルであることが脚本のスティーブン・もファットによって明かされた。また翌月にはゲーティスが 舞台は1895年であると明言した。ゲーティスはさらに、この作品が、シャーロックのエピソード10に当たることを明かしている。2015年7月9日に、BBC と PBS のアカウントを通じ、YouTube 上で最初の特報映像が配信された。なお、このクリップは先日の通り、ジェレミー・ブレッド主演の、シャーロック・ホームズの冒険シリーズにオマージュをかけている。 ことが指摘されている。翌10日にはサンディエゴで開かれたコミコンインターナショナルにてモファットがこの特別編は全世界で公開されると発表した。2本目の特報映像は BBC のアカウントと最初の特報映像が配信された後に作られた本シリーズの YouTube 公式アカウントを通じて2015年10月7日に配信された。配信前日には BBC のアカウントでティーザー広告が流されている。また10月25日には前日の MCM ロンドンコミコン開催に合わせて同じクリップで差しが長くなったものが配信され放送日が2016年1月1日であることが明かされた。このコミコンではシャーロックに関するトークショーが行われておりこの席でタイトルがザ・アボミナブル・ブライドであると発表された。 また10月15日には、オーストラリア向けの特報映像、11月6日には、英国向けのティーザー広告、12月12日には3本目の特報映像が公開されている。サーユースタステーとして使われたティンツフィールド・エミリア、リコレッティが乱射を行うシーンは、バースのクイーンストリートでの映像と、ブリストルのクイーンスクエアでの映像を組み合わせて作られている。 サーユースタステーとして用いられたのはサマセット北部ラクソールにあるティンツフィールドである。この建物はワトスンの自宅のシーンでも使われている。他にもブリストルのコルストンホールの地下室やアーノスベール共同墓地で撮影が行われている。婦人参政権運動に関わる女性たちが秘密の会合を行っているシーンはグロスター大聖堂で撮影されたことが 特典映像で明かされている。この作品は特別編として、イギリス、アイルランド、アメリカ各国で2016年1月1日にテレビ放映された。その後、脚本家二人による特別映像が加えられ、1月5日6日に限定公開されている。その後、オーストラリアやヨーロッパ各国、中国などで順次劇場公開された。テレビ放映は、 1>, 1月1日21時から BBC1、アメリカの PBS、ギリシャの大手シネマ 4HD で行われた。また、英国では国内100カ所の劇場でサイマル放送が行われた。翌1月2日には香港、デンマーク、オーストラリアで作品と20分余りの追加映像を合わせて限定公開された。フィンランドでも一月三日に限定公開されたほか、 中国では4日に全国公開、さらにテレビ放映のあったイギリスとアメリカでは1月5日6日の限定公開が行われた。イタリアでは1月12日13日に公開された。また公開国の一覧は IMDb の作品ページで見ることができ、東ヨーロッパ、中央アジア、南米など世界各地で公開されたことがわかる。 日本では2016年2月19日から同3月18日まで4週間の限定公開が行われた。日本は本作のリリースが最も遅い国となった。本国イギリスの劇場公開同様、特典映像2本を上映する115部のスケジュールである。また、ドラマシリーズとは異なり、吹き替え版の制作はなく、字幕版のみでのリリースだった。 劇場で公開されたのは次の3作品である。日本でのテレビ放映劇場公開終了後の2016年3月下旬、NHK はこの作品をプレミアムシネマとして放送することを発表した。チャンネルは本シリーズと同じく NHKBS プレミアムで2カ国ゴステレオ放送として2016年5月9日21時から放送された。 2016年4月1日に更新された BS オンラインの映画カレンダーでは劇場公開時にはなかった吹き替え声優がクレジットされている。NHK が発表した吹き替え声優は次の通りで、いずれも本シリーズの声優が持ち役を続投している。NHK での放送前後には吹き替えを担当した声優数人が自らの出演をツイッター上などで明かしている。 また、アンダーソンの声を担当した内田武氏は、共演者からのサインが書き込まれた台本を公開した。放送直前、放送時に配役が分かった声優は、以下の通り、役名は、放送時のクレジットに従った。また、2016年7月17日には、アクスンミステリーで、字幕版が、ノーカット発放送されている。英国国内では、 リアルタイムで840万人、その後その他の視聴も合わせて1160万人が視聴し40.2%という視聴率を記録した。この数字はシーズン3初回、空の霊柩者の1272万人にこそ及ばなかったが、放送されたシリーズ10作品の中では2番目に多い視聴者数となった。またこの数字は英国の新年番組でトップだった。 特別映像まで含めた映画館上映は各国で大成功を収めた。中国では公開初日の1月4日だけで539万ドルを売り上げ、公開終了時までには全国で170万人が視聴した。また、韓国では500万ドルの工業収入を得た。中国では1億6000万円以上の工業収入を獲得し、工業収入1位に踊り出た。 作品の大成功に対し、BBC ワールドワイドのサリード・サンクロアは、BBC1 での大人気に続き、韓国や中国の興行収入が数百万ドルに及んでいる。これは、英国のテレビ番組として素晴らしい快挙だと述べた。最終的に、この作品は、世界各地で3840万603ドルの興行収入を得た。クークラックスクランの集会。 作中には紫色の月をかぶった女性たちが集会を開いているシーンがあり、その姿は KKK の集会を想起させるとして批判されている。この作品が大ヒットした一方で視聴者全員が作品を好意的に捉えたわけではない。女性解放運動の集会がクークラックスクランのように描かれたことについてはカルト集団のように描くことは 女性解放運動の歴史を見ても間違いなどとした批判が相次いだ。また、この作品でのフェミニズムの描き方そのものがマンスプラニングであるという批判も多い。2016年2月19日にはこの批判に応える形で YouTube 公式アカウント上に制作人が作品のテーマについて討論する動画が投稿されている。この動画には脚本のモファット、ゲーティス、 制作のスーバー中、メアリー役のアビントン、そして歴史学者のボイド・ヒルトンが登場し、作品の目指したテーマや視聴者からの批判について討論を行っている。インターネット上の映画批評サイトロッテントマトズでは、シリーズを通して90%超えの高い評価を得ているものの、この作品だけは2016年4月8日現在で67%と、やや低い評価を受けている。 またインターネットムービーデータベースでは2016年4月8日現在で星10個のうち平均8.3個の評価を受けている。日本で劇場公開が開始された直後の週末2日間では工業通信社の調べで観客動員数48,484人、工業収入6,546万5,100円を記録し観客動員数で 初登場7位を記録した。また、翌週の週末2日間では工業通信社の調べで、観客動員数11位を記録した。2016年の第68回プライムタイムエミー賞では8部門にノミネートされ、そのうち作品賞テレビ映画部門と資格効果賞補助資格効果部門の2つを受賞した。受賞式には、脚本のスティーブン・モファット、制作のスーバー中、 メアリー役のアマンダ・アビントンが出席した。ありがとうございます。